吉田さん、自動車税の支払いの仕方なんですけどもさっきね、えー、その動画を更新したところなんですけども今のところ楽天ペイが一番いいですねでも楽天ペイは税金の支払いに関しましてはポイント還元を最大で2.5%に絞ってるんですよですので普段のお買い物みたいにガッポガッポとは入んないんですけども30万ぐらいの税金を払ったら7500円このぐらいは返ってくるかなと思いますのでまあこれは私がね 7, 円が返ってくるかなってところですただしただしこの楽天で税金を払うっていうポイントバックも来月はなくなるそうなんですよですんで手詰まりですわこれで、うん、手詰まりねえ、ね、どの電子マネー決済でももうねポイント還元すらなくなるんでいや税金の割引ってのはほんと難しいですよねでも私はね見つけましたよそれでも見つけた <laughs> それはですね あのアマゾンペイを使って払う方法なんですよ。で、普通にアマゾンペイで払っただけじゃダメなんですよ。アマゾンペイをあの中古の金券ショップに行って、だいたい10%引きぐらいで買えるんですよね。それを買ってきて税金の支払いに当てれば、まあ実質10%ぐらいの値引きで払うことができるかなってところです。ただし中古屋さんにそれがないといけないんですけどもね。 まあ本当にね探せば探すほど出てくるんですけどもいよいよ手詰まりじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。